はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、 SNS を活用して月商売上で160万円を達成した秘訣ということについてですね、SNS クリエイターのあすかさんと一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。で今回ね、お名前最初にお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、杉崎あすかです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アスカさんですね。実はアスカさんね、2回目の、対談動画ということでですね、はい、またさらにパワーアップをして、まあ、第2弾のね、動画企画ということで今回撮らせていただいたんですけども、今どういったご活動をされているかも教えていただいてよろしいでしょうか。はい。今はですね、SNS クリエイターとして、うん、まあ、SNS クリエイターになりたい人、まあ、迷っている人の背中を押すような形で、うん、無料相談をしたりとかで、うん、代理店の活動をさせていただいているのと、うんうん、自分がね、代理店になるっていうことで、うん、実際にできないことはね、いいよって言えないので、運用代行も2件、うん、今させていただいています。うんうんうん、そうですね。まあ、ご自身もその代理店もされながら、もうプレイヤーとして第一線で、まあ、運用もご自身で活躍されていらっしゃると。はい。はい、いうことですね。はい。ちなみに、この SNS の、運用ですね。まあ、どういう SNS クリエイターって簡単に言うと、まあ、個人さんとか、まあ、企業さんとかの SNS のアカウントを、まあ、投稿して差し上げる、まあ、投稿サポートするっていうのもお仕事なんですけども、どれぐらい今 SNS の運用、期間的にはされていらっしゃる感じですかね。トータルで。そうですね。まあ、今、だいたい1ヶ月ちょっとになりますね。うん、1ヶ月ちょっとと、はい。はい、お客様のアカウントを扱うようになったのは1ヶ月ちょっとですね。あ、なるほどですね。はい、じゃあ、SNS のノウハウスキル自体を弊社の学科で学び始めてからはどれぐらいっていう感じですかね。5月からですね、学んだから。2020年5月からなので、まあ、そこからカウントすると学び始めてからだと、まあ、だいたい、今、この時点の11月なんで、まあ、だいたい 6ヶ月ぐらいですかね。はい、5ヶ月、5、6ヶ月ぐらいか。はい、わかりました。まあ、最初は自分のアカウントをと思っていたので、うんうん、まさかお客様ができるようになるとは、最初は思ってなかったです。いや、早いですよね。もうこれだけ数ヶ月っていう単位でここまで来れてね。うん、はい。では、まあ、最初にちょっと聞いていきたいのが、そもそもうちの学科を、どこで知っていただいたのかっていう入学しようと思ったきっかけとかも聞けたらなと思うんですけども、きっかけは山崎さんなんですね。あ、なんでうちの共同代表の山崎の YouTube ですかね。LINE ですね。なるほど。はい、山崎の、LINE がきっかけで、はい、まあ、その SNS クリエイターとか SNS を仕事にするっていう。そうですね。私は、英語講師として集客に悩んでいたので、うん、他の英語の先生から、この人いいよみたいな感じで教えていただいたのがきっかけですね。そうだったんですね。はい、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、今現在、どれぐらいに、実績が、売上ベースで出ているかってところも聞いていきたいんですけども、今、今年10月ですね、10月の売上が、大体どれぐらいでしょうか。10月が、160くらいですね。約160万と。はい。いうところですね。で、まあ、この売り上げっていうのは、まあ、当然その、代理店契約の、まあ、売り上げであったりとか、プラス、そのご自身の、SNS と、クリエイターとして運用費としてね、いただいているその売り上げも含めて160万円と。はい。はい。いう売り上げだと思うんですけども、で実際にちょっと今回この動画で、ね、まあ、皆さんもすごい勉強になると思うんですけども、2つちょっと聞いていきたいなと思います。で、まず1個目が、あすかさん自身が、SNS クリエイターとして、どういうところに、まあ、クライアントさんのフォロワーを伸ばすときに意識をされているのかっていう、まあ、投稿のポイントであったりとか、あとはその代理店の契約を獲得していくためのマーケティングファネル。まあ、この2つをね、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、まず最初に、1つ目のですね、まあ、SNS で、まあ、クリエイターとして、プレイヤーとしてフォロワーを増やすときに、まあ、例えば、インスタグラムとかツイッターで、意識されていることっていうのをちょっとそれぞれ教えていただきたいなと思うんですけども。今、現時点ではツイッターをずっとやってきて、で、インスタもやってほしいっていうお声掛けをいただいたので、本当にインスタも始めたばかりですね。うん、なるほど。で、ツイッターで、心がけていたことに関しては、うん、まずは、フォロワーを増やさないといけないので、うんうん、認知を上げるっていうところに、フォーカスしてました。なので、その方のことを知っていただくために、まあ、タグの付け方だったりだとか、まあ、で、その人たちが、その人が分かってもらえるいろんなところに絡みに行くっていうことを、ね、もうあれですね、いわゆるコメントであったりとか、そのコミュニケーション、マンツーマンのコミュニケーション、リプであったりとか、
そういったところが結構重要。うん。意外といいね。なるほど、こういうとこがいいと。まあ、意外とその泥臭い作業っていうのは結構重要だったりすると。そうですね。なので、結構ね、本当に簡単ですよ、誰でもできますよ、みたいなのはね、言われると思うんですけど、確かにテンプレートがあるので、それを知っていればやりやすいっていうのはあります。ただ、本当にしっかりと自分でやるっていうところを決めてやらないと、ただね、ポチポチしてるだけでいいわけではないので、そこはもうしっかりと学んで教えてもらったことを頑張ってやるっていう気持ちは必要だと思います。ああ、なるほど。このマインドセット的な部分ですよね。僕も、なんかよく副業とかで本当になんかスマホ1台1日3分ポチポチで稼げますみたいな、まあ、最近はそういうなんかうさんくさん減ってきましたけど、僕ああいうのも結構嫌いで、1日3分ね、まあ、当然ね、SNS クリエイターだったら1日3分ポチポチってことはないので、まあ、テンプレートはあるけども、その上でしっかりとね、クライアントさんの、まあ、意向を組んで運用していく。まあ、これがね、仕事ではあるので、まあ、そこら辺のマインドっていうのが飛鳥さん的には重要だと。本当に、なんかそれを分かった上でもやっぱりやりがいの方が大きいですね。もう今月もクライアントさんのフォロワー数が増えて、リストも取れて、制約にもつながってるっていうお話をいただいてるので、やっぱりそうなると嬉しいし、もう一件他の方もね、ツイッターだけだったんですけど、インスタもやってほしいっていう風な流れになったりっていうので、感謝されるっていうのがすごく嬉しいので、まあ、大変ではありますけど、やりがいがあるなと思って。これが一番大きいですよね。やっぱりやりがいっていうね。はい。なるほどですね。じゃあ続いて、実際にじゃあ代理店ね、今SNS クリエイターに興味がある、方々であったりとか、まあ、背中を押されているということで、今代理店のね、方もされていらっしゃるということなんですけど、代理店の方の例えば、集客っていうのはですね、どういった流れで今されていらっしゃいますでしょうか。そうですね、ツールとしては、インスタとツイッター、そこから、LINE に導入するという形で誘導ですね。インスタ、ツイッターからの LINE と。いう感じですね。はい。まあ、このいわゆる2ステップマーケティングを踏んで、で、LINE アットから、まあ、もっと詳しくご興味がある方に対しては、手を挙げていただいて、そこから、説明っていう形に入る。そうですね。無料相談させていただきます。あとなんか、ちょっと自分の思いを伝えたくて、この間初めて YouTube もやってました。お、素晴らしい。ありがとうございます。YouTube もデビュー。でもね、本当になんか伝えたい思いが あったのでやったんですけど、なかなかこう、なんていうんですか、PDF ですね、準備してとかっていうのはこれからもっと勉強が必要だなと思ってるんですけど、やっぱりこう喋ってるのとか声とか聞くと、なんかすごい、なんか私を分かってくれたっていうふうに言ってくださった方もいて、これからもまたチャレンジしていきたいなって思います。ああ、素晴らしいですね。はい、なるほど。ちなみにこの、まあ、今、インスタからツイッター、LINE アットっていう、まあ、その座組を組まれていると思うんですけども、まあ、LINE のなんか配信とかで、飛鳥さん自身がなんか、ここ意識してるよっていうポイントももしあれば、それも教えていただきたいなと思うんですけども。そうですね。やっぱり実際に、私がすごい迷って、はい、でもこうクリエイターになってよかったので、いかにこう変われたかっていうところを、自分の思いだったりというのを、その LINE の中で配信したりしてます、はい、あ、なるほどですね。いかに自分が変われたのかで、実際自分自身のストーリーを、伝えていくと、はい、ということですね。これね、結構価値観の共有って言って、結構その、まあ、これからの時代って本当に個人で、ね、もうあなただから、あなたから商品を買いたいですとか、あなただからあなただから施術を受けたいですとか、まあ、そういう時代なので、いかにも自分のストーリーとかをね、まあ、伝えていくのかっていうのは結構やっぱ重要だったりするわけですけど、飛鳥さんもこれを実際に、意識されて、配信もされていらっしゃると、いうことですね。はい。まあ、LINE の配信に関してはね、飛鳥さんの LINE のアットも、概要欄の方にね、後ほど貼っておきますので、まあ、ぜひ皆さんもね、チェックしてみていただけたらと思います。はい。では次にですね、はい、まあ、うちのスクールに入る前と後での、まあ、変化っていうところですね。まあ、うちの学科で学び始める前と後での変化っていうところも聞いていきたいと思うんですけども、うちの学科に入る前っていうのは、ビジネス面的にはどういう状況だったんですかね。まあ、収入面であったりとか。収入に関しては、本当に何がある、っていうのと、そうなんですね、趣味って言われてしまうことも
あるくらい。あ、趣味、なんか趣味企業でしょみたいな。なんか英語講師だったんですけど、うん、はい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 、まあまあ、コロナもあって、まあ、そういうサークル活動もちょっと中止っていうのが一つと、うん、あとはまあ個人レッスンはあるんですけど、うん、大きなね金額が取れた時にはまあ英語講師としてもそれなりの収入があるんですけど、うんうん、毎月あるわけではないので、うん、そうなるとなんか仕事してるんだかしてないんだかっていう、あ、まあね、契約がある分活動はねオンラインでしてるんですけど、お給料が入ってくるわけではないので、うんうんうん、まあ、ここがやっぱりちょっと悩みだったのと、まあ、子供がねまだ幼稚園行ってないので、うんうん、それでもいいんですけど、まあ、4月から幼稚園に行くってなってるので、うんうん、そうすると主人もなんか仕事どうするのみたいなのがあって、ちょっと自分の中でどうしようかなって、レジとかしたくないしって思いながら、うんうんうん、まあ、そんな時に出会ったのが SNS クリエイターで、あ、でもこんなにね、変わるとは思ってなかったです。もうね、主人もね、あの、私のことをちょっと認めてくれたんで、最近。おー、そうなんですね。やっと、うん。そうなんです。ちょっとそれがすごいね、嬉しかったです。あー、なるほど。大きいですよね。うん、結構うちの学科の卒業生の方でもやっぱ実際に副業から最初はちっちゃく始めて、やっぱり収益としてね、あのやっぱりある程度あのお金を受け取りながらビジネスになっていくっていう過程をずっと旦那さんが見てて、それを見てやっぱり応援してくれるようになったりとか、最初はもうめちゃめちゃ副業反対してたのに、もう今ではすごい応援してくれてますとかね、結構やっぱ意外と多くて、うん、最初はなんかあのはっきりしたお金とか伝えなかったんです、あの私さん絶対反対されるのが今までの経験が分かってたので。あ、なるほど、金額はちょっと最初は、そうそうそう、あ、これありますね、確かにって言われちょっと小さく、そうそう、でもなんかもう最近分かってるんですね、こうズームとかやってるから、でそっからなんかやってるな、まあ、言ってはいたんですけど、なんかでもなんかちょっとインタビューとか受けたってね、なんか言ってたしとかね、ちょっとだんだんなんかいろいろ協力的にもなってきたんで、なんか嬉しい、嬉しい。いや、嬉しいですよね。うん。素晴らしいですね。確かに。まあ、最後にですね、一つ質問なんですけども、まあ、当時の、SNS クリエイターとして活躍する前の自分に、今の自分から何か一言、まあ、言葉を投げかけてあげるとしたら、当時の自分にどんな言葉を、投げかけてあげたいと思いますか？うん。そうですね。うん、迷っているってことはチャンスなので、うん、あ、迷ってるってことはチャンス、迷っているってことはチャンスなので、うん、そのチャンスは掴みに行ってほしい、うん、そうしないと結果がついてこない、ってほしいと、うん、それを掴まないと結果は待ってないと、うんうん、私もあの迷ったままのままだったら、うん、こうやって今お話ししていることもないですし、うんうん、実際こう今私がね背中を押した人たちが今度私みたいになりたいって言ってくれてて、うんうんうん、私もそれがすごい嬉しいし、だからやっぱり応援したいなと、うん、思って今一緒にやってるので。なるほどですね、まあ、ぜひこの動画をね見てくださってる皆さんも、まあ、何か一歩、まあ、勇気づけられたとかね踏み出してみようっていうふうに思えた方はぜひ何かしらねちっちゃいアクションを起こしていただけたらすごい嬉しいなと思います。はい、はい、最後にね、まあ、今回、出演いただいた、杉崎飛鳥さんのね LINE の配信もすごい上手ですので、まあ、概要欄の方にもね LINE アットをリンク貼っておきますので、ぜひね、お友達登録していただければと思います。ちなみにこちらの LINE アットなんですけども、プレゼントとかって今、はい、今月3万円から10万円を稼ぐ SNS クリエイターの教科書という名前でプレゼントを渡しています、うんうん、月10万円か30万円を稼ぐ SNS クリエイターの教科書、月3万円から10万円ですね。間違えました。3万円から10万円を稼ぐための SNS クリエイターの教科書。はい。はい、代行がね、一番最低ラインが3万円なので、うんうんうん、このところを言ってます。でも、本当に最初3万かなと思ってたんですけど、うん、今自分がこういうすごい額になってきてるので、うん、SNS クリエイターはもうそれ以上の可能性があるお仕事だっていうのは、うん、うん、見てるので、そのプレゼントを見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。ぜひね、皆さんもチェックしていただけたらなというふうに思います。はい、それではね、飛鳥さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。